大型で非常に強い台風6号は、今日沖縄に最も接近しています。6日頃までは沖縄付近にとどまる見込みで、沖縄や奄美地方では影響が長引く恐れがあります。沖縄は大半が暴風域にあり、那覇市など多くの市町村で避難指示が続いています。那覇市では今日、最大瞬間風速 52.5 メートルを観測しました。沖縄電力によりますと、午後4時半現在、県内の3割ほどにあたるおよそ20万戸で停電が発生しています。明日予想される最大瞬間風速は沖縄で45メートルとなっています。那覇空港は今日は閉鎖されていますが、明日からは運航が順次再開される予定です。ただ台風は6日頃まで沖縄付近にとどまると予想されていて、週明けにかけて影響が長引く恐れがあります。